勢で押し寄せてどうしたんだい？これが群島の地図だ。なるほどね。よかったね。もちろん僕なら知ってるよ。よかった、知ってるんだ。今は金リンゴ群島って名前なのか。昔は向かい群島だったのに、そこは普通の人間じゃたどり着けない特別な海域にあるんだ。一年を通してずっと嵐と霧に包まれていて、島に上陸するどころか近づくことすら難しい。というか、そもそもなぜそこへ行こうとするんだい？大魔王に会いに行くんだよ。大魔王がクレイをトドコの家族だって認めてくれないから、その試練を受けに行くの。君は大魔王が怖くないのかい？ちょっとだけ。でもクレイ負けないよ。銀遊野郎のお兄ちゃん、クレイを助けて。銀遊野郎のお兄ちゃんか、いいね、その名前気に入ったよ。おいらのせいか？大丈夫、君がそう願うのならば銀遊野郎のお兄ちゃんがその願いに応えよう。本当にいいのか？もちろんだよ。だって子供の願いはこの世界で一番純粋で自由なものだろ。綺麗なライアーの音色。うっ、風がざわめき出した。ちょっと待っててね、すぐに来るから。これはこれは僕たちだけの秘密、誰にも教えちゃダメだよ。死神主導？親愛なる詩人、君の協力に感謝する。なーに、お気になさらずに。みんな驚いたみたいだね。面白い顔をしてるよ。では道中の無事を祈るよ。ここまでだ。この先は我も同行が難しい。くれぐれも気を抜くな。生物を召喚できる。神団長も適当なこと言うんだな。すごい人なんだね。帰ったらちゃんとお礼を言わなくちゃ。しかしこの群島、霧が濃いせいで視界が悪いな。リサの言っていた通りだ。気をつけた方がいいな。旅人パイモン、手紙には何て書いてあったんだ？オイラ覚えてるぞ。悪しき炎の娘、ドド一族の統治者、ドド大魔王の名のもとに、お主をドド子の家族だとは認めない。ドド子と共に金リンゴ群島へと訪れ、四つの明かりを灯し、試練の門を叩きし、あと審判を受けよ。四つの明かりを灯しってことは、光るものを四つ探せばいいのかな。そういえば、オイラたちがいるところ、
なんだか周りより霧が薄くないか？確かによく見るとそうだな。まさかそこにある装置と何か関係が？この装置なんか見覚えがないか？あ、そうだ、オイラたちが使ってるポケットワープポイントにそっくりだ。ポケットワープポイントを作るには発光髄が必要だったな。そしてこの発光髄には暗闇を払う作用があるらしいんだ。この4つの明かりを灯し、試練の門を叩きし後、つまり4つの装置を灯すと何かが起きるってこと？すでに1つ光っている。どうやら残り3つの装置を探せばいいようだ。ん？あれなんだろう。おい、勝手に走っちゃう。おい、早く追いかけよう。この下に何かあるみたい。もっと近くで確かめよう。これは船？私たちのために用意されたように見えるな。こんな天気が悪い中船に乗るのか？どうやらそうするしかないみたいだ。みんな、この先何があるかわからない。どんな試練が待つにせよ、気を抜かず慎重に行こう。霧が晴れてる。ここってこんなに綺麗な景色だったんだな。四つの明かりはすべて灯した。これから何が起きるのだろうか。気を抜いたらダメだって分かってるけど、ついつい夏の太陽を満喫したくなっちゃうね。クレ、お魚をドカーンしたい。クレ、ここはモンド城じゃない。警戒を怠るな。うん、分かった。パイマンちゃん、ドド大魔王を見つけたら一緒に説得してね。そしたらお魚をドカーンしに行こう。いいぞ、約束だな。ドド大魔王、一体何者なんだ？ああ、私もこの地は初めてだからな。それに、クレイには申し訳ないが、私がなすべきことは大魔王の説得ではなく、君たちの安全を守ることだ。突然の手紙に、常人ではたどり着けないような軍刀。偶然にしては、よくできすぎている。このような招待状が子供に届くはずがない。確かに怪しいよね。うん、私もしっかりしないと。みんな、この辺りを探索してみようぜ。パイモンの言う通りだ。晴れているうちに辺りをもう一度確認してみよう。見たことも聞いたこともない島だったけど、あなたがそばにいると不思議と安心できるな。そうだ、せっかくだし泳いでみない？綺麗な景色を目の前にすると、バーバラは相変わらず気が緩むな。旅人、安心して探索してくるといい。もし危険を察知したら、私がすぐ駆けつける。面倒なことが起きなければいいんだが。